美濃線は、大阪府池田市の石橋半大前駅から、大阪府美濃市の美濃駅までを結ぶ阪急電鉄の鉄道路線。紅葉と滝の名所美濃公園や美濃温泉への交絡路線であるとともに、大阪への通勤、通学路線でもある。宝塚本線とともに、前身の美濃ありま電気軌道によって開業した、阪急電鉄の創業路線でもある。 宝塚本線の支線であり、戦前は、美濃支線という表記も見られた。基本的に、線内折り返し運転で、平日朝ラッシュ時は4から9分間隔、と休日夜は12分間隔、それ以外の時間帯は10分間隔で運転されている。平日朝ラッシュ時には、宝塚本線に直通する、美濃発大阪梅田行きの普通列車が2本、設定されている。 宝塚本線直通列車は縮小傾向にあり、2015年3月21日のダイヤ改正で通勤準急が準急に格下げされ、2018年7月7日のダイヤ改正で朝の梅田駅発着の準急や梅田駅発の普通の運転がなくなり、平日朝ラッシュ時の梅田駅普通2本のみの運転となった。通勤準急及び準急は、 未能線内の各駅に停車していた。大阪梅田駅が減った分、平日朝ラッシュ時の上り列車は、石橋半大前駅にて、宝塚本線の通勤特急、または特急、日清エクスプレスと接続するようにしたことで、大阪梅田駅までの所要時間を短縮している。毎年、大晦日の深夜から、翌年元日の早朝にかけて、 阪急電鉄の他路線同様に終夜運転が行われている。ダイヤは毎年個別に案内されるため、年により多少異なってくるが、おおむね30分に1本の運行である。正月三が日,日は、以前は宝塚本線が特別ダイヤとしていたため、美濃線も宝塚本線との接続を考慮して、同様に特別ダイヤで運転していた。なお、この、 正月ダイヤは2015年をもって廃止され、2016年より、正月三が日も通常の度休日ダイヤで運転されている。かつて秋の紅葉シーズン等における休日昼間には、1980年頃まで、梅田駅直通の臨時準急電車が毎時4本ほど運行されていたが、現在は行われていない。また、ホタルの観察シーズンの6月には、 梅田駅美濃駅間の定期準急の一部をホタル号として運転し特製のヘッドマークが取り付けられた。近年の臨時列車の運転状況は以下の通りである。線内寄り返し列車はすべて4両編成で平井車庫に所属する以下の車両が使用される。なお平日朝ラッシュ時の大阪梅田駅直通列車は 宝塚本線で運用されているすべての8両編成が使用されている。かつては平日の朝夕ラッシュ時に8両編成が使用される船内折り返し列車も存在していたが2018年7月7日のダイヤ改正で廃止されている。阪急電鉄の前身であるミノワリマ電気軌道が1910年に宝塚本線と合わせて開業させた。 当初、分岐駅の石橋駅は、デルタ線、終点の美濃駅は、ループ線となっており、梅田駅石橋駅美濃駅石橋駅、宝塚駅の系統で運転される電車も、設定されていたと言われている。なお、1961年12月に、美濃線桜井駅千里線千里山駅間の、事業免許を取得し、桜井駅から、西国街道沿いに、 東へ直進する新選計画が立てられていたが、1972年12月に免許を取り下げている。詳細は、阪急千里線の項目を参照。ありがとうございます。